皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて5月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。今月と来月の2回にわたり、千葉市蘇我スポーツ公園の魅力をお届けします。1回目の今回は、千葉市蘇我スポーツ公園が持つ様々な顔をご紹介します。それではご覧ください。千葉市蘇我スポーツ公園にやってきました。ご覧ください、私の後ろには福田電子アリーナがあります。大きいですね。今回は皆さんもまだ知っているようで知らない魅力あると思いますので、一緒に探っていきましょう。とにかく広い公園の中で待ち合わせをしているんですが、あちらにいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。ご紹介しましょう。千葉市蘇我スポーツ公園の松戸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうとにかく広いなという第一印象なんですが、どのくらいの広さなんでしょうか。はい、こちらは46ヘクタールありまして、東京ドームでいうと約10個分の面積に相当します。もともとは、川崎製鉄の工場があった場所でもあり、現在の JFE スチール様から寄贈された産業モニュメントもこの緑の丘の周辺に点在しています。公園の歴史を感じられるモニュメントも見応えがありますよね。ところで、その広さの中にどういった施設があるんでしょうか。はい、ジェフユナイテッド市原千葉のホームスタジアムである、福田電子アリーナをはじめ、人工芝2面のサッカーコートを持つ福田電子スクエアおよび、福田電子フィールド、人工芝20面のテニスコート福田電子ヒルスコート、野球だと、少年野球やソフトボールが楽しめる、6面の福田電子グラウンド、夜間照明設備のある福田電子スタジアム、また小さなお子様が自由に遊べる遊具広場などもございます。駐車場も第一駐車場から第四駐車場まであり、約1200台が収容可能となっております。とっても充実しているということが分かりました。もうスポーツの聖地と言ってもいいんじゃないでしょうか。実はスポーツだけではないんです。スポーツだけではない。はい、こちらへどうぞ。はい、行ってみましょう。スポーツだけではないということで、次にご案内いただいたのはこちら、福田電子グラウンドと書いてあります。グラウンドとグラウンドの間にやってきましたが、やっぱりスポーツなんじゃないかなと思っちゃいますね。こちらに何があるんでしょう。はい、ここでは、ゴールデンウィークに野外音楽フェスのジャパンジャム、夏頃には、ロックインジャパンフェスティバルが開催される予定となっております。こちらで音楽フェスが行われるんですか。はい、千葉市蘇我スポーツ公園は音楽の聖地にもなりつつあります。音楽の聖地ということは、スポーツと音楽2つの顔を持っているということなんですね。はい、実はもう1つ顔があるんです。まだあるんですか。そうなんです。千葉市蘇我スポーツ公園は、大規模災害発生時における千葉市の防災拠点としても位置づけられております。また、東京臨海部の広域的な防災ネットワーク拠点としても期待されている公園となります。災害時にも重要な拠点となっている場所だとは知りませんでした。勉強になります。千葉市では地震災害時においても陸海空からのアクセスが比較的容易であることなどから、千葉市蘇我スポーツ公園を広域防災拠点として位置づけています。福田電子アリーナに現地対策本部を置き、福田電子スクエアをヘリポートにするなど、救援、復旧、復興のための広報支援型活動拠点として運用されることになります。過去には、旧都県市合同防災訓練や
全国消防援助隊合同訓練が開催されており、今年9月1日にも旧都県市合同防災訓練中央会場として大規模な訓練が行われる予定です。さあ、続いては谷村さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、私の後ろにですね、はい、何やら遊具でしょうか、面白い形をしたものがいろいろあるんですけれども、こちらはどんな場所なんでしょう。はい、今年4月にオープンいたしました福田電子ボードエリアになります。ボードエリア、はい、ということはこちらでスケートボードが楽しめるというわけですか。そうですね、こちらの方は初心者から中級者の向けの施設で、スケートボード、BMX、うん、インラインスケートを中心にストリートスポーツが楽しめます。皆さんと一緒に千葉の新しい文化の拠点になればと思ってます。東京オリンピックでもすごく盛り上がりを見せたスケートボード、こういった施設の登場でさらに人気が高まりそうですね。そうですね、私も心から楽しみにしています。うん、千葉市蘇我スポーツ公園内に4月1日オープンした福田電子ボードエリア。広々とした施設内ではクォーターランプをはじめ、バンクにレールをつけたバンクトゥーバンクなど16基のセクション、競技用施設があり、初心者から中級者までスケートボード、BMX、インラインスケートを楽しむことができます。一人一人がルールとマナーを守って、皆さんで楽しくご利用ください。さて、今回は千葉市蘇我スポーツ公園の魅力をご紹介していただきました。いや、もうスポーツ施設としてのクオリティの高さにも驚きましたし、スポーツだけではなくて音楽、防災にとっても重要な場所だということがよく分かりました。松戸さん、次回はどんなところを紹介していただけるんでしょうか。はい、次回は、ジェフユナイテッド市原千葉のホームスタジアムである福田電子アリーナをはじめ、各施設の魅力を中心に紹介していきたいと思います。楽しみにしています。次回もよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、千葉市蘇我スポーツ公園がスポーツの聖地だけではなくて音楽の聖地としての顔も持っていることに驚きました。これからさらに盛り上がりを見せそうですね。続いてはこちら、千葉市セラウリ5月号からのお知らせです。耕作放棄地を再生し生産規模拡大を目指す農業者を対象に再生作業経費の一部を補助します。対象となるのは農地所有適格法人、認定農業者などです。対象事業は貸借などにより当該農地を耕作する者が行う農地の再生作業事業です。補助率は再生作業経費100分の75以内で 10R 当たり10万5000円を上限としています。詳しくは千葉市耕作放棄地で検索してください。市役所で行う各種手続きが自宅でもできるオンライン化を推進しています。オンライン申請が可能な主な手続きは、住民票の写しの交付、印鑑登録証明書の交付、保育園、認定こども園などの利用、図書館の利用登録などです。紙面では18の申請内容と各問い合わせ先も掲載しています。来庁不要で待ち時間のないオンライン申請をぜひご活用ください。今回ご紹介した内容は千葉市政だより5月号に掲載されています。さて、次回6月前半号の放送では6月1日発行の千葉市政だよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。